はい、これでね、季節の味わいということで、こちらの方ですね、を食べてみたいと思います。甘い味わいね。これ柿のあれなんだね。ちょっといいですよね、こういう和菓子ってのはね。見た目的にも満足できるし、これでお茶とかあるともっといいかもしれないですね。ふんわりとしていて、で、あんこがね、ばーっとこう、餅みたいなあんこがばーっと広がっていくんですよ。で、周りの餅も、よりもちもち感があって、非常にいいですね。やっぱ和菓子っていうのは、見た目が例えばこれ柿だったら、柿の味がするんじゃないかと思いきや、中には柿の味のするのもあるんだけど、その中に違った美味しさが出てくる。それもあえて面白さですよね。だから日本人の良さって和菓子の良さってそこなんだ。日本人の、本当だったら、まず見た目で、まあ、なんつうの、選ぶじゃないですか。で、見た目が綺麗だと、あら、綺麗ね。どんなもんかしらって言って食べるわけですよ。それがやっぱり重要だなと思う。なんかこれが、まあ、おしゃれにしたいとか思ったら服にしたって帽子にしたってそうですよ。見た目が悪い帽子、見た目が悪い服だったら誰も買わないですよ。だから、やっぱりそのおしゃれ好きな人とかそういう目指したい人っていうのは、やっぱり見た感じで、あ、洒落たいい帽子だなとか、いい麦わら帽子だなとか、いいちょっとジャンパーだなとかって思ったら、それを、じゃあ今度続けて自分のサイズに合う服ないかしらとか、自分にサイズの帽子ねえかなと思って探すよ。で、それで、それにぴったりと合えば、なおさらこれはいいなと思って、良い好感度が上がっていくわけですよ。だそういったものをね、やんなきゃいけないんだよね。だから今の日本人ってのは、そういったね、日本人のその商売の仕方がね、そういう商売じゃなくなっちゃったってのは悲しいよね。なんか売れればその場その場で売れればいいだろうみたいな。それじゃダメなんだよ。それじゃあ2020年を迎えた時に外国人からそっぽ向かれちゃうんですよ。じゃあね、今その場で売れればいいじゃなくて、10年でも20年でも買っていただける。そういったものを作らない。だから今この国は職人魂が情けないんですよ。もっと職人魂持てと。もっとそれが好きなもの好きの、ものが好きな人にどんどん担当としてさせてくれと。もうこういうふうにな。じゃないと景気が良くならない。正直言って。見た、もうその場ですぐ売れればいいやなんてやってたら、こんなの景気なんか良くなるわけないんですよ。だってそれはその場で良くなればいい、その場で売れればいいやっていう考え方して、どんどん作り方が新弱になってって、結局すぐ壊れたり、まずい味したり、なんだりしますからね。だから、そういうもんじゃなくて、長く愛されるもの、これを、作っていかなければダメだと。私はそう思うね。だから、まあ、これは、本当に、季節のそのままの味で、非常にいいなと思う。で、若干ちょっと少し、こう、牡蠣のね、香りというか、味わいがして、美味しいな、というふうに思いましたね。というわけで、どうもありがとうございました。